渡辺一馬、田中、こぼれたボールを入れた。1点返しました。藤原の最後は右足だったでしょうか。藤原のゴールです。まあ、シンプルなクロスなんですけども、はい、チアゴ・マルティネスといくらどうですかね。コミュニケーションです ね最後は左足のゲット、ダイレクトで入れました。まあ、ゴール前に行けば何が起こるかわからないっていう象徴的なプレーですかね。88分のゴールです。1点返して2対3。